南は、中国の政治家、中国共産党、第18期中央委員会委員、重慶市党初期、党中央政治局員、習近平闘争初期の側近であり、第6世代の実力者、石膏省初期兼生まれ、1978年から81年まで、石膏省商工士の商工批判戦科学校で、中国語を専攻した後、同行宣伝幹事に就任。 1982年中国共産党入党。中国共産党中央党校大学院終了。1987年中国共産党、商工市委員会宣伝部に入る。商工市委員会宣伝部副部長、商工県委員会副書記、商工県庁、県委員会書記、根橋副市長、市委員会副書記、常務副市長を経て、2001年に、 石膏省委員会機関士、石膏日報社社長に就任。2002年6月石膏省委員会常務委員に昇格。石膏省委員会宣伝部長として当時、石膏省党一書記だった習近平が石膏日報に連載したコラム、こう信号を支えたことで、こう新軍の有力者となった。2012年2月、中国共産党貴州省委員会副書記。 同年12月、小政府党組書記。2013年、貴州省人民政府省庁。2015年7月、中国共産党貴州省委員会書記。2016年1月、貴州省人民代表大会常務委員会主任。一人当たりの GDP が中国で最も低い最貧地域だった貴州で、ビッグデータを主力産業に中国で、 チベット自治区に次ぐ高い成長を達成させたその手腕が評価された。2017年7月、解任された孫制裁の公認として、中国共産党重慶市委員会初期に就任。2017年10月に、党中央政治局員となる。ありがとうございます。